皆様こんにちは、ロリンザの黒川です。今日はプラダのショルダーバッグの偽物をご紹介したいと思います。ロリンザでは毎日のようにこのような偽物が入ってきていますので、バッサバッサと切っていきます。はい、まずこちらなんですけども、正面のロゴなんですけども、こちらが斜めに付けられています。はい、続いて内側なんですけども、内側の裏地がこのジップに対して斜めに縫われています。ロリンザではこのように偽物をお買い取りではなくお引き取りさせていただいております。偽物撲滅のため、社員研修のために皆様のご提供をお待ちしております。また動画をアップさせていただきますので、そちらも楽しみにしておいてください。ありがとうございます。